いやもう2022年も残すところわずかです。早いね。早くない？あっという間。ちょっと信じられないんだけど、もう終わりなの？もう終わり、ね、本当なの？毎年いつも思うよね。だからさ、なんで、早かった。こんな早い。ねえ、あと何日もない？もうしよう。そうだね。あ、そうだね。ね、うん、次何の年だっけ？あの何？えとは？うさぎ。あ、うさぎなるんだ。うさぎ年です。今年私、虎年で、年女だったんだよ。どんな年だった？南は。まあでも、前も話したけど、うん、仕事辞めて、うん、ラジオ始まって、うん、なんか劇的にここ数ヶ月、うん、なんかすごい変わった、いろいろと。変化の年じゃない ね、 ね、 確かにね。ライオンがね、後半、ライオンじゃない、トラでしょ。ライオン、待って待って、ライオン年、トラでしょ。トラがね、後半にかけてちょっとうわーってなってきた感じ。あ、勢いづいたんだ。勢いづいた年でしたね。なるほどね。ポッドキャストもね、始まったしね、うん、今年はね、うん、私たちもね、記念すべき年にはなってるね。ね、本当、うん、だ。今日はですね、うん、初めてメールをちょっとね、紹介したいと思いますよ。みんなありがとうね、送ってくれて。じゃあその前にタイトルコールいきましょう。そうだね。やけやけやけプレイ。さあ、じゃあ早速、はい、ツイッターとメールと2種類あるんだよね。そうそうそう、はい、どこから行こうか。メッセージから行こうかな。メッセージから、メッセージから行きましょうか、うん、はい。さあ、じゃあこちらですね。ヤッケーガールズの皆さん、こんにちは。こんにちは。S.O. と申します。おー、 S.O. さん、 S.O. さん、ありがとうございます。家でゆっくりできる時間があって、お昼寝しながら聞こうと思って、初回から3回分まとめて聞きました。おー、ありがとうございます。嬉しい、はい、MC じゃは酒飲んでなかったら真面目なんだなと思ったし。MC じゃ、 MC じゃは南のことだ。南 C じゃ、ね、南 C じゃね、どういうこと？酒飲んでなかったら真面目？まあいっか。で、ニーナは金星から来てるくせにUFO を見てドゥマンギるんだなって思って、うん、で結果カーナがいてよかったなっても思いました。まとめてくれたとね。まとめてはないけど。して M2K のユンタ君には、眠りながら聞くのものじゃないなと、うん、寝れんかったよ、ひゃ笑いということで、じゃあ次回も楽しみにしてまーん。 SO さんからいただきました。じゃあ楽しんでくれたってことかな。楽しんでくれてるよ ね、 ね、大丈夫かな、ね、夜は聞けないってことはね。昼楽しんで聞いてるんだよね。昼SO さんといえばさ、うん、この前ウォーキングイベントがさあったじゃない。あったね。そこに来てくださってて。、うん、来てたね。え、そうそう、ね、なんか南と、まあ、地元が一緒なのかな。それで、あ、そうなんだ、うん、だからシージャって呼んでるの。うんうん、S.O. さん、ごめん、今知った。S.O. さん、あの S.O. さん、そう、地元一緒ってよ。だから、はい、シージャーって言ってたわけ。はいはいはい。なるほどね。S.O. さんは南と、まあ、面識が以前ちょっとあったみたいで、ね、うん、あの共通の友達がいてね。うん、で、覚えてますかみたいな言ってたら、南が、うん、あーみたいな、なんか、ボーリーさんだーって言ったの。ボーリーさんと思ったの。ボーリーさんはいないのに、そこに。間違えて言っちゃったんだ。元ラジオ沖縄のね、ボーリーさんって全く違う人の名前を言って、S.O. さんちょっとアファーしてて、で、そして、でも S.O. さんあ、なんとかだよってちょっと名前を教えてくれたんだけど、うんうん、そしたら南、あ、アメリカ行ってたって言って言ったわけ、うんうん、そしたら、え、しょうさんアメリカにも行ったことがない。怖いね。何にもかすってなかったっていう。 でも南はまた続けて、英語得意だったよねって言って。誰の話だよ。しょうさんは英語俺超苦手だ。もうさ、喋れば喋るほどボケツオってな、全然全く違う人だった。もう反省した。でもね、その後めちゃくちゃ思い出した。あ、思い出した。もう究極に、あ、え、あ、どんどん通じ曲がってきたんだ。あ、そう、その方が S.O. さん。あ、やっとここで繋がった。S.O. さん、そうか、そう、ラジオネームも気になってたんだよね。あ、そうそう、南さ、あの、うん、南部からスクルーさんの名前、あのリスナーさんもさ、いいよいいよ、あの、あったよね。じゃあ、あれ本当に必死だったんだよね。南部からスクリュードライバーさん、ドライバーさんまでつけちゃって。もう恥ずかしい。いや、でもいいよね、南らしさが出てて、ね、私もあのやらかすんで。じゃあ早速、じゃあ次行きますか。そうそう、 S.O. さん、よかった、ちょっと報われたかもしれない。報われたかな、よかった。
続いて、じゃあ次は、はい、ツイッターから、ツイッターから、じゃあツイッターからいきますか。そう、ハッシュタグ薬系フレンズでね、皆さんにつぶやいてもらいましたが、うん、はい、じゃあ南、これアメリカからかな、おかえりということで、ニーナトロピカーナ愛犬チャロちゃん、はいしゃい、県内一、うん、サザエさんバカ、サザエのさんの玉だよにゃおにゃおさんの玉さん、さあ、チラカーギー、三輪さん、新番組おめでとう。ありがとうございます。三輪さん勢揃いを見たのは、カッコプラスメイユ、4人見たのはかな、うん、去年5月の藤山との、チャンピオンシップ、はい、沖縄アリーナでチラッと見たのが最後だな。また、勢揃いでシャメ撮りたいにゃー。写メもあるんだって。で、7年前のミュージックソン の、 写真を送ってくれてる。見たい。ちょっと見てみる、うん、あ、ちょっとここで開けないね。なんでだ、どんな、はい。そして前回のチン〇〇を散らかぎ3人が連呼して、俺はデイジニタニタアスタさん。3人の元気なユンタクを聞き、パワーの源にしようね。ではでは、じゃんけんぽん、チョキー、うふふふ、ありがとうございました。私心の中でグー出してた。これだこれだ、写真見て、7年前のクリスマスの時の写真、これ7年前なの。タマさん、タマさん左にいて、タマさん変わらないね、7年前も。本当だ、本当だね、こんな感じ、若いね。タオル、タオルもた、サザエのタマちゃんがイラストにあって、かなが、トナカイのコスチューム着てて、でニーナとミナミがサンタクロース。痩せてる。なんか若くない？若いね。笑顔が若い。本当だ。なんか眉毛とか違う。怖い。わあ、すごい。若い。若い。なんかキャッキャしてんね。ね、タマさんすごい。7年か。7も経ったの。一番タマさんが変わらないかもしれない。変わんないね、タマさんね。ね、運動もしてるからかな。若々しい。うわー、すごい懐かしい。そんな感じでね、聞いてくれてるということで、ありがたいですね。ありがとうございます。メッセージやっぱ嬉しい ね、 ね、このチンマルマルっていうのが面白かった。チンマルマルね、あれね、そこ気に入ったんだ、ね、気に入っちゃった、ね、それ気に入っちゃった。アナウンスしてみて、アナウンス、台湾式、CA さんが言う、うん、シートベルトをお締めくださいの時のね、うん、言葉があるんだよね。せーの、ちんちんちん、安全帯、こちらです。またニタニタしてるかもね。そうそうそう、変な間が、たまさんのためにね、やりましたよ。チンをね、ちょっと気まずい空気が流れちゃったね。ちょっとね、またやっちゃったね。はい、続いて、次はツイッター、スマイルリンダさんからいこうかな。お、はい。カーナー、ニーナー、ミナミ、今日も可愛いね。薬系フレンズへお邪魔します。リンダも女子会トークで元気パワーいただいてます。ありがとうでちゅー。今日もスマイルで頑張るんばーといただきました。ありがとうございます。リンダさんね、いつもいろんな番組にもメッセージ送ってくれて、ね、本当にありがとうございます。北部のね、なんかこうピョピョピョとなんか海とかもなんか目の裏に浮かぶようなあの表現するよね。目の裏、眼球に頭に本当ね、思い描くような。そう、合ってる。いつも福木並木から、ね、福木並木からね、リンダさんね、爽やかなメッセージくれてね、元部のさ様子も教えてくれるんですけど、元気いっぱいのリンダさんなんですよ ね、 一緒に女子会してる気分っていうのも嬉しいね。そうだね、嬉しい。そんな気分で聞いてくれてるんだ。リンダさんもなんか薬系な部分があったら教えてください、うん、ぜひぜひ。薬系をどう使ってるかとかね、あ、そう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 、ね、いいかもしれない、ね、待ってます。さあ、じゃあ次行きましょうか。はいはい、カーナーさん、ニーナさん、ミナミさん、こんにちは。はじめまして、水に刺した花です。おー、こんにちは。はい、オリジナルポッドキャストですが、初回から楽しく聞いていますよ。おー、嬉しい。ワイワイガヤガヤ楽しく話している様子が聞いていてナイスと思ってしまいます。あ、嬉しい、ありがとうございます。これからもガヤガヤトーク楽しみにしてます。私はあまりみなみさんのことはわからないので、うん、カーナーさんとニーナさんが聞くのを聞いてみたいな、バイ自称アキナちゃんの歌披露コーラルリスナーの水に刺した花より。なんかごまかした。あ、これごまかしちゃった。なんこれ、ね、歌披露。なんだろう。歌広場。歌披露。歌広報？歌広報リスナーかね。
ということで、はいはいはい、自称を、アキナちゃんの歌広報リスナ ー、 あー、なるほど、90年代以降のね、水に刺した花さんよりといただきました。ありがとうございます。そうか、ちなみにのことアキナさんのことは知っている知ってるってことだよね。あ、そうだよね。ニーナとカナがあの南のことを聞き出してほしいっていう、聞き出してほしいということで、なるほど。あ、最初から今5年前、うん、それこそラジオカーリポーターやってた時はアキナさんと一緒に、あの、アキナさんがメインパーソナリティで、ね、でそのラジオカーで掛け合いでやってたから聞いてなかったかな。あーって南が言ってます。でもどんどんね、これから南のこともね、うん、聞いていきたいと思うんですが、じゃあ好きな食べ物を、はい、好きな食べ物早速いきますか、うん、はい。そういう感じでいいの、うん、寿司エビ。あ、寿司エビ、私の中のエビ、寿司の中のエビ。あー、いいですね。プルプルが大好き。じゃあ苦手な食べ物は、うん、あー、パクチー。あ、パクチー、そっかそっか。じゃあ好きな飛行機のスタイルは。エアバス380です。すごい。何、どういうやつ、どういうやつ。あの、中東とかにある、うん、あ、日本にもあるね、2階建てのすごい大きい飛行機があって、日本からは、ね、そう、航空会社で話していい、うん、ハワイまで飛んでる飛行機があるんだけど、うん、めちゃくちゃでかいの。500人ぐらい乗れる。すごい、でかい。そう、普通は何人乗り。普通は100、200ぐらい、200とか300とか。500ってすごい。すごいね、2倍か。もうね、今までで多分最大。うわ、そんな飛行機があるんだ。やっぱり南飛行機好きだよね。あ、もう飛行機女子です。そうなんです、飛行機も好きなので、うん、もし飛行機に興味があればね、そんな話も送ってください。お願いします。では続いてツイッターですね。ツイッター行きましょうか。ひふみさんからいただきました。ヤッケーフレンズ、それぞれで番組持ってるくらいの3人同、あ、これなんだ、返事か、お返事、なんかひふみさんから来てたよね。ひふみさんは、ひふみさん、ひふみさんはじゃあ一回飛ばして、一回飛ばすの。ツイッターで今検索しながら見てるんですけど、ちょっとスライドしながらね、一回飛ばして、ユンタンザヤッシーさんからです。ユンタンザさん、みなみかな、にーな、ヤッケーフレンズの皆様、こんにち は。トミングスクのウォーキングと公開放送はお天気にも恵まれて最高に楽しいイベントでしたね、うんうん、歩きながら会話もできて嬉しかったですよ、といただきました。嬉しいね、ありがとうございます。写真まで撮ってくれてね、写真もね、嬉しい、えいえい、おーってね、出発の時の写真くれてますね。そうだね、さん、とっても爽やかだった、笑顔もさ、なんか優しい感じの人柄ね、うん、ね、本当に差し入れもさ、よくしていただいて、あの、うん、ラジオカリポートでもさ、ラジオ沖縄にもあのくれたりとかして、何もらったっけ、バイアリースオレンジもらったかな、最近記憶に新しいの。あ、そうなんだ、うん、なんかありがとうございますね、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいね、この前初めてお会いして、うん、とってもなんか、あ、いい方だって思った。 あれももらったよ、そういえば、お昔、ちょっといつだったか忘れたけどさ、あの、何だったっけ、忘れちゃった、手びちみたいな、手びち、なんか手びちもらったはず。本当に冷凍手びちみたいな、なんかあったかな、すごいっていうの、ごめんごめん、それだけ思い出した今。バラエティに飛んでるね、飛んでるよ、本当に面白いよね。すごいすごい、ありがとうございます。さあ、メッセージあります、もうない、これぐらい、そうだね、今日はもうご紹介できるのはこれぐらいかな、こんな感じです、まあ、こんな感じでね、この中で、うん、もう年末締めくくりということで、はい、第1回夜景大賞を決めたいと思います。夜景大賞、さあ誰にしましょうか、誰にしよう、もうみんなにあげたいぐらいだけどさ、いきなり何も募集もしてなかったけど、何も基準もないんですけど、やっとこのメール夜景だなみたいな、私たちに近いなみたいな、失礼になっちゃうのかな、ね、このメール夜景ってどうなのかな、でもいい意味のね、いい意味の、まあ、夜景、私たちのフレンズですねみたいな、そうだね、私たちの対象、まあ、みんなにあげたいんだけど、うんうん、まあ、じゃあ一人ね、あの、せっかくなんで栄えある夜景大賞、はい、チョイスしますか、チョイスしよう、誰にしよう、誰がいい、誰がいい、スマイルリンダーさん、スマイルリンダーさん、はい、ラジオキキさんで、サザエのタマさん、 SO さんに、ね、うんうん、いろいろいるけど、ね、ではもう決まった、はい、決まりました、 OKOK、 あ、じゃあこの方にしましょうか、はい、はい、じゃあいきますよ、はい、2022夜景フレンズの夜景大賞に選ばれたのは、せーの、 SO さんです、おめでとう
ということで夜景ガールズの皆さんこんにちは、家でゆっくりできる時間があってお昼寝しながら聞こうと思って、うん、初回から3回分まとめて聞きました。あ、ありがたい。 MC じゃは酒飲んでなかったら真面目なんだなと思った、ニーナは金星から来てるのに、UFO を見てドマンギるんだなと思った、うん、結果カーナがいてよかったなというところにみんなね、うん、あのギュッと共感ね、共感した共感したのかな。みなみ酒飲んでる時以外は真面目って出た今、ね、大丈夫だった、ね、まあ、ちょっとそれは反論したい気持ちもあるけど、そうさん、ミニケ本当ありがとうございます。ユンタク眠りながら聞くもんじゃないなということで、うん、寝れんかったよひゃ、うん、SO さんに選ばれました。寝れんかったよもう一回全部読んだの2回読みましたね。SO さんおめでとうございます。おめでとうございます。次あの南に会った時はもう南覚えてると思うので、うん、どんどん話しかけてください。どうしようかな、うんうん、はい、ちゃんと話しかけます。私もお願いします。もう覚えられました。よかったよかった。来年もいい年迎えられそうだね。ね、そうだね、うん、うんうん。よし、じゃあもうあれか、名残惜しいけどもうこれがあれかな、今年最後の放送。そうだね、そうだね、そうだね。の皆さん、そして MNK のみんな、今年もどうもありがとうございました。ありがとうございました。来年もいい年にしようね。うん、楽しい年にしよう。お願いを込めて、はい、あの言葉言いますか。やけやけやけフレーズ。皆さん良いお年を。よっ